大谷選手、2発のスリーランを含む8打点の大活躍、さらに翌日の登板というチート級の働きぶりに、敵将ロイヤルズのマシーニー監督が地元のインタビューでこのようなコメントを残しました。打者の翌日に先発登板してかなりすごい球を投げ、そんな選手は見たことがない。実に目を見張ることだよ。一人の選手が打者から投手一瞬のうちに早変わりするのだからね、と感服した様子で、昨季も彼と対戦してプレーを見たが、その時に一番驚いたのは彼のスピードだった。スピードを生かす機会があれば必ずそれを見せつける。塁上での動きも盗塁する能力も素晴らしく、身体能力がずば抜けたオールラウンド選手だ、と称賛しました。事実、大谷選手はこの登板も6回無失点13奪三振で今季6勝目を挙げています。またバッターとしても自己最長タイの11試合連続安打も記録しています。もう言葉もないです。敵将がため息をつくのも分かりますね。まだまだ伸びしろたっぷりの大谷翔平選手、これからも活躍に注目ですね。